皆様おはようございます。今日は眠い今日は水曜日です。は、朝ごはんは牛肉です。今日はあれなんだよ。今日は免許のテストがある。そう、自分まだ免許持ってないんですよ、車の。それで今日、筆記テストみたいな。なんていうのか、ノーリッチテスト。運転のテストじゃなくて、いろいろ、筆記やな、筆記。そう。それのテストが今日あるから、仕事、お客さん、途中で抜けて、やる感じやな。ひたすらこんな感じで練習問題をやってる感じですね。難しい。まあ今日受かるかわかんないけど、まあ落ちたら、そう、先週受けて落ちてんだよね。ねえ、もうこういうの一番嫌いマジで。ねえ、もう、まああれやな。まあ落ちたらまた来週受ければいい。まあ落ちるまで、受かるまで受け続ければいいかな。さあ、これわかるかな？ Do not pass. いいよ。まあ、こんな感じで勉強しながらやってます。おはようございます。今日は腕ですかね。肉切れなかったからもうハサミで切りました。最近ずっと雨だね。Cleaning up your mess, found myself in my room.
店着いたんだけどガラス割られとるわ。あなんだこれ。さあ、というわけでこれが今日の一人目です。本当はもうこの前にもう一人いたんだけど、なんかその人朝起きたらタイヤに穴が開けられてたから来れないってなって、まあだからこの人はまあまだから一人目はキャンセルだったけど、最初のお客様はだからこの人です。スターターボックスですね。ツイストでこれを何ヶ月か放置したらドレッドになるっていうやつのです。スターターボックスって言います。はい、続きましてはヘアカットです。ただのもうフェードですね。この人はよく来ますね。2週間に1回とか来るかな。こんな感じでフェードしてヒゲを整えた感じですね。Boom, that's my brother. Hello, YouTube. You look good. Thank you. Just got your eyebrows done. Yep, I just got my eyebrows done. Nice, nice. Thank you. Alright, I'll be back. いやー今日でよかったね。あそこの窓割られとるから、もう今日は寒かったね。朝から風が入ってきて、一番端っこの窓だから一番遠いとこだけど、ね、それでも今日は寒かったね。まあでも今日でよかったわ。今日は試験があって、その何ドライバーの免許の試験があって、でその後友達の誕生日だから今日はみんなでご飯に行くので、まあだからサロンにそんなにいないから今日でよかったかな。というわけで今からテストを受けに行きます。こっから30分ぐらい歩くみたいだね。まあ受かるといいけど。うわ、まあいいや。本当に勉強、全ての勉強が嫌いだから本当にこういうの苦手で、ずっと後回しにしてたんだけど、まあいい加減やらないとということで、この間先週受けて見事に落ちて、ね、また受けます。というわけでちょっと早めに着いたのでティムホを買いました。今が着いたティムホと、ティムホの紅茶とラップ、チキンのラップを買というわけでテストは終わりまして、無事パスできました。無事成功しました。なんだっけ、受かりましたか。受かりました。そうね、また落ちたらどうしようと思ったけど、とにかく何か受かって、いやーめっちゃ緊張したわ。疲れた。大してそんな多分30分ぐらいで終わったと思うけど、バカ疲れた。やっぱこんなああいう会場とか本当緊張してやだわ。まあ、いや、とりあえず受かったということで一段落やな。それで今あれです、今このショッパーズスーパーに来て、なんか適当にそのさっき言ってたこのプレゼントを買おうということだけど、なんかギフトカードの方買おうと思ったんだけどねえな。Excuse me. Yes. I have a gift card. Which one are you looking for? I don't know, whatever. I just want for somebody's birthday, so like a Starbucks gift card. Yeah, whatever. Like Starbucks, Yeah, I don't know. Some like that. Yeah, exactly. Yeah. Tim Hortons. Oh, okay. All right, perfect. Wow.Yeah, that's good. Let me know when you're ready, because you can't do it self-checkout. Oh, yeah? We already activated it for you. Oh, okay, sounds good. Thank you so much. 無難に
無難にあれかな、無難にスターバックスか、ね、何がいいか全く分かんないわ。スタバでいいかなと思ったけど、スタバなんか別に毎日行ってるだろうし、なんかせっかくなら普段行かないようなところのやつがおもろいかな。ケグなんかちょっといいかもね。ケグでいいや。ケグはなんかあれ、なんか高級なレストラン。これでは、これで100ドルのやつでいいか。100ドルは1万円か。可愛いからこのチョコも買おう。ただいまの時刻は4時半ぐらい。4時半でもこんなに暗い。もうクリスマスの季節でございますな。イルミネーション綺麗。大きいあれ。いやでも予約2時からだったから。2時半からだったから。そのディナー行く前にお客さん入れようかと思ったけど、テストまた待たされるかもと思って入れなかったけど、正解でしたな。結局待たされて2時半になったの。2時半に予約だったのに、もう終わったのは4時半だから。まあよかったね、誰も入れなくて。でも冬で暗いけど、そんなに寒くない。普段ならもうちょっと寒い気がするけど、今普通に半袖にダウンジャケットだけだけど全然大丈夫だから、温度的にはそんなに寒くないかな。なんか平日にこんなのんびりしてるな、なんか変な感じやな。いつも平日はもう店に入ったらもうほぼ休憩なしで店にいるから、今日は久しぶりにお客さん2人しかしてないんじゃないかな。ね、なんか変な感じやけど、まあたまには悪くないですな。サロンに戻ってきました。すごい、もう治ってる。See, you look good with the glasses. Yeah, that's it. Teachers. You can't stop me. We never quite could forget. Cause what we got so intense. さあ皆様、というわけで家に帰ってきました。久しぶりに。
外に行きましたな。外にというか外食、あんなファンシーなね、あんなファンシーは日本語で分かんないよ。ファンシー、おしゃれ、おしゃれとは違うしな。ファンシーがよく分からないので、日本語でなんて、な、明確な意味のある言葉があればコメントで教えてください。ファンシー、ファンシー、ファンシー、おしゃれとは違うもんね。何かね、奇抜ではねえか。でも奇抜、まあやっとこで見るのも。はい、というわけで今日のコメントは、あ、お姉さん挨拶して。あ、皆さんなんでお前は紫だよ。おそろい寝てた。いや、寝てた。テスト終わってね、パーティーは行けませんでした。え、パーティー行かなかったの？なんで？どうしちゃったろ。めんどくさい。どうしちゃったのじゃんか。めんどくさい話、全部がめんどい。や、ほんとパーティーはね、パーティーはもう年だな。そうなんだ、もう年なんだな、わしらはな。はい、というわけで、じゃあコメントだな。あ、これいいわ、これ簡単そうだ。はい、これ、英語は幼い頃から喋れてたんですか、ということで、英語は幼い頃から喋れていません。普通に日本で育ってるので英語なんか喋れませんでした。いつからかな、普通にこっち来るまで14できたから、それまでは普通に中学の勉強プラス、まあ、英語は、まあ正直に言うと英語はちょっと自分で勉強してましたね。自分でっていうか、親がな、お父さんがもううるさくて厳しくて、もう英語って、もう、そう、それで小学生の頃からお父さんに英語を押し売りされてましたね。そう、まあでもそんな感じで別に喋れてはなかった。普通に英検とかそういうのを無理やり勉強させられて、まあせやな、まあ普通の中学生よりは普通に英語できたけど、全然喋れたりは全くしなくて、こっち14歳できて、そこで、まあそうやな、そっからやな、そっから普通に、別にもうこっち来てからはお父さんもいないから英語なんかほぼ勉強してないし、別にこれといった努力もそんなにしてないし、ただ住んでただけ、住んで生活してただけですね。だからどうやって英語喋れるようになったんですかとか聞かれても何もしないで分かんないので、もうカナダに住んでただけなので、それだけです。そんなもんかね。もう寝ようと思ってたけど、うちのお姉ちゃんからさっき電話かかってきてたから電話かけようかな。いや、いつになっても弟のことが、弟に電話ばっかしてきて困ったお姉さんですわ。もう大好きでしょうがないんだな。電話してあげよう。タナタナタン、あ、お疲れ様です。何笑ってるんですか。だけど、お疲れ様です。お姉さん、お元気ですか。元気だけど、なんで紫なの。いや、別にそんなことが突っ込むところ、なんか部屋のライトは紫じゃない。あ、そうそうそう、裏につけてん。うわー、パリピー。何が家デコるやつは陰キャだろ。そうそう、見て、やりました。ドライバーズライセンス。そうそう、これでアンディと練習ができますわ。死なんように殺さんようにやな。殺さんように、死なんように。死なんようには、まあ死なんようによりも殺さんように。殺して刑務所だろ。殺して刑務所。おめで。いやー、怖いね、殺して刑務所なんてなったら。一瞬で生まれちって闇落ち。なんかあれだよね、あんたがもし殺して刑務所とかなったら、普通の人がやるより10倍はバッシングくるんだろうね。10倍は悪者になるな。パソコンすごいね、なんか会議してるみたいだね、お姉さん。こんなもんじゃないんで、会議。これこんなもんでしょ。
そんなもんじゃないんです。あ、そうなんだ。いや、もうつく。いや、自分もだいぶプロフェッショナルになったなと思って。全然全然こんなもんじゃないんだよ。いや、こんなもんでしょ。あ、お疲れ様ですって。え、ちょい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 。まず会議するってなったら、喋、る人以外はミュートに、今ミュートにしたの？そう、マイクミュートにしなあかんね。ああ。喋る人以外。難しいね。で、なんだ、ミュートってうんこするときのものかと思ってたわ。ミュートしてなかったらなんか、勝手にされられるの？あ、でもなんかできるよね。うん。でもあれやな、パソコンのカメラ画質悪いな。そう。一瞬電話していい？あ、どうぞ。じゃあミュートにしてもろって。じゃあミュートにさせていただきます。じゃあ私もさせていただきます。さあ、というわけでお姉様が電話をしているということで、今日はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。コメント、今日コメント返したね。コメント返したね。さあ、はい、そんな感じやな。 OK、 じゃあコメントとチャンネル登録といいねお願いします。インスタ、TikTok のフォローもお願いします。 OK、 that's it. Thanks for watching. See you next video. Peace.